肩が凝ったぜ。攻略サイトを見てきたんだけど、あのね、録画する前に一回攻略サイトに逆らってやってみたんだよね。で、攻略サイトには日吉を見た後に、日吉に話しかけた後に次郎に話しかけるとか書いてあって、で、さっき日吉を見た後に話しかけないで次郎に行ったんだよね。そしたら選択肢出てこないで普通に会話ができて、その順番とか関係あんのかな。ガクトずっとウインクしてんな。あ、スキップのままになってる。さなだ、おっさんだわ。日吉くん、一緒にいるのはなんだか怖そうな人。お前は確か氷帝の2年だったな。日吉と言います。覚えていただいてるとは光栄ですね、真田さん。嫌みそう。うん、お前の構え、古武術の型に興味があってな。あれは沖縄古武術の型ではないのか。よくご存知ですね。型を見て当てた人は初めてだ。俺も武道を、居合道を学んでいる。家が道場でな。俺もそうです。親父が師範でしてね、小さい頃から叩き込まれてきました。おかげで古武術で同世代のやつに負ける気はしませんよ。ほう、言うな。あなたにもテニスではまだ勝てないでしょうが。負ける気はしないと。ええ、その自信、完膚なきまでに叩き潰したいものだ。あなたこそ俺に勝つ気でいる、その自信はどこから来るんですか。知りたいもんですね。ほう。なんだか空気が重苦しいというか、このままじゃいけないような。日吉くん、お前か。あの模擬店のことでちょっと。そうか、じゃあ真田さん失礼します。ああ、本当に老けてんな。日吉くん。なんだ。自覚してないかもしれないけど、誰にでも喧嘩売るような態度は良くないと思うよ。真田さんのことか。あれはわざとやったんだ。あそこまで面白いくらいに乗ってくるとは思わなかったが。そうなの。ああ、単純な人だな。それどっちもどっちよ、心配して損した。で、さっきはここで次郎に行ったんだけど、ちょっと順番が関係あるのかどうかちょっと試したいから攻略通りに行くわ、ここは。よ。ん？なんだ？あのね、話題が増えてんだけど。悪いが忙しい。後にしてくれ。分かった。忙しいんだったらここで憩いの場でのんきにやってんじゃねえよ。よ。また寝てるし。また寝てる。なんでいつも寝てるんだろう。芥川先輩、起きてください。なあ、何？確認なんですけど、先輩はアトラクションでダンスに参加するんですよね。ええ、そうだっけって。あれ、自分ってそう言ってましたよ。言われてみればそんな気もする。忘れてたんですか。そうみたいだね。君に言われなかったらすっかり忘れるところだったよ。はあ、ありがとう。棒読み、ありがとう。めっちゃ近づいてくる。片川先輩、いつも寝てばかり。学園祭つまらないのかな。一度ちゃんと聞いてみようかな。確かにジロンのこと全然知らない人だったらさ、学園祭につまんないのかって思っちゃうよね、ちょっぴり。めんどくさいから元井のとこよ。元井くん、君はうちの部の担当の人だね。覚えろや、いい加減。あ、待って、これで特集話題っていける。元井くん、この前獅子の先輩と二人ですごい特訓してたよね。え、見てたの。うん、盗み見みたいで気が引けたんだけど、二
二人の迫力に目が吸い付けられちゃって。うん、シシロさんはすごい迫力だよ。でも大鳥くんも負けてなかった。すごい気迫だったから。シシロさんに釣られたんだよ。でも怪我には気をつけてね。あんな激しい特訓してたら心配になるから。うん、気をつけるよ。でもシシロさんに頼まれると嫌とは言えないからな。ダメだこいつら。大鳥くん優しいから断れないんだ。いや、優しいとかじゃなくて、シシロさんの気持ちを考えたら。そっか、どんなに無理をしててもやり遂げたいことってあるもんね。うん、シシロさんからはそれがすごく伝わってきたから。やっぱり大鳥くん優しいよ。おー、近づいてくんな。 大鳥じゃないや、シシロと結ばれろお前は。もう話しかけてくんなお前。あ、もう夕方。あ、ここで、はい、ここか。お、見れるね。星はいつ消えんの。どうでもよかったよっ。あ、かわいいじゃんこのコンビ。身長低い組。あ、はい。あ、向日先輩たちだ。ダンスの練習かな。お前の髪型どうなってるの。どういうダンスにする。お前踊れんの。そりゃアクロバティックのダンスに決まってるじゃん。ほう、俺に挑戦する気か、菊丸。もちろん負けるつもりはないからね。おいおい、あれ、仲間うちで揉めんなよ、お二人さん。基本的にはストリートダンスでしょ。いっぱいいる。ブレイクダンスが入っててもいいよな。ジローはどうなんだ。あれ、やっぱり寝てやがる。丸井くんがいるのに寝てるって珍しいな。起こさなくていいのか。ほっとけ、後で俺が教えてやるよ。大丈夫なんすか。敬語使ってる。いいじゃん、それよりも早いとこ決めちゃおうぜ。可愛いなこの菊丸。ダンスか、先輩たちならすごいダンスになりそう。ダンスの話題をゲット。よし、別に変わった様子はない。でもなんか攻略サイトには、ちょっと待って、見直していい。攻略サイトにはガクとジロをさっき見た、普通に話しかけていいっぽい。よっ。おお、あれ、君確か運営委員の眠り姫です。芥川先輩、眠そうですね。うん、眠い。でも後部に怒られる。じゃあちょっとお話ししませんか。うん、いいよ。これはまだか。なんかね、これテニスの話題って書いてあったんだけど、学園祭の話題でもいいのかな。これを少し読んでいただけますか。ん、何。接客マナー。はい、先輩にもいろいろ。あ、あれ、やべ、寝てる、やば、上がった。寝ないでください。普通にテニスの話題にした方が良かったかも。よし、戻ってきたんだけど、確かに眠い時にね、好きなものの話した方がいいよね。先輩は部活の時もそんなに眠そうなんですか。そんなことないよ。練習試合の時とか楽しくて仕方ないよ。じゃあ基礎練習の時は。走りながら寝ちゃったことあるね。でもジロって評定でナンバー2の実力者なんだよね。やっぱり、え、これさっきよりはちょっぴり上がったのかな。ガクに話しかけても向こう行けとか言われそうな気がするけど。あ、確かじゃねえよ、名前覚えるや。この赤っぱ野郎、テニスの話題してやるわ。悪いな、これからよ。だったら早く行けよ。
もうここにいるんじゃねえよ、早く有志のとこ行けよ。やばい、このゲームやばいぞ。チームセーブして、はで、次の日に来たんだけど、お、誰だ、あー、てんてんてんやってみたいけど。なんだ、お前か。おはえ、おはようって言ってよ。なんだお前かじゃねえよ。アトベと一回も会話してないからな。さっきやって順番は関係なかったから、いきなりジロー行くか。なんかまた日吉に話しかけるっぽいけど。で、え？見る？あの、ごめん、ちょっとジロー優先にさして。よっ。おぉ。やべ、これ寝るんじゃね？君、確か。うん、眠い。あれ、これ。うん。え、もしかして変わんない？何？あ、お、お、かかか。接客マナー？もしかして好感度がちょっぴり高いから。はい、先輩にもいろいろ、あ、あれ？は？寝られた。寝ないでください。しかもほとんど上がってないし。待って、やり直すわ、私は。ん？何？変わんなかったあ、さっきね、やり直したんだよね。あ、日吉に話しかけた後にジローをやったんだけど、あんま変わんなかったわ。え、どうなってんの？むずくな？見て。委員会の会議が長引いちゃった。次は喫茶店の会議、急がないと。忙しいな、ほんと。夏休みくらいゆっくりしたいよな。さて。喫茶店についてだが、内装は業者に頼まず俺たちで受け持つことにした。以上だ。うし。ちょっと待て。いきなりそれだけで終わりかよ。他に何かあるのか。例えばどういう内装にするかとか。建物の外観に合わせりゃいい。あの外観に合わせるとなると、ビクトリア町ですか。この二人は金持ちなんだよね。お下にもだけど。ビクトリア町は傾向がはっきりしてね、統一が取れねえぞ。思い切ってロココ町にするのはどうですか。なんすか、ロココって。ごてごてしすぎるだろうが。ロコモコ、ハンバーガー食べたい。二人の会話についていけねえ。私もです。じゃあやっぱりビクトリア町で古典様式に統一してみたらどうでしょう。なるほど、やはりそれか。いいだろう。おい、長太郎、結局どうなったんだ。ビクトリア町の内装で古典様式にするんですよ。意味がわからねえ。私にもわからない。任せた、長太郎。半分寝てたわ今。大丈夫ですよ。よくあるイギリスの古い建物のイメージですから。はあ、そうなんですか。イギリスね。イギリスだって行ったことねえよ。ああ、なんとなくイメージはわかります。必要な調度品は金曜日までに揃えておく。土曜日に内装に取り掛かるぞ。うわ、簡単に用意できそうに言ってるけど、本格的にゴージャスになりそうな気が。え、で？誰にも話しかけても別に良さそうですけど、アトベとジロは一緒にいる、珍しい。
話しかけてみようかな。あ、でもなんか最初の方話しかけるチャンスかなって出てたよね。ちょっと怖いから、ちょっと日吉に行こう。見るか。ああ、何か壁打ちだ。興味があるならやってみるか。やりたくねえ。分かった。じゃあ行くぞ。壁打ちってあの UFO のやつ。なんで UFO がいいの本当に。意味がわからないんだけど。始めるぞ。はい。あれ押したのに。まあ押したのに気にするな。気にする。あれ優しくないこいつにしては。まあ気にするな。気にするよこっちは。まあ気にするな。押すタイミングもわかんない。ゲームオーバー出してしまう。全然ダメだな。うるさ。もうやめるし、もうやだし、やんないし。今日はここまでにするか。見てくれてありがとう。ああ、またな。日吉はツンデレなの。男のツンデレってそんなに嬉しくないんだけど。待って、これで見るで変化があるかどうかを。変わんない。やっぱ順番は関係ないのか。にしてもアイコンの後でめっちゃニヤニヤしてるけど、なんなんすか。いで。よ、また寝てる。先輩、起きてください。ああ、君か。どうしたの。27日に喫茶店の内装の作業があるんです。忘れないでくださいね。27日か。うん、わかった。忘れないようにするよ。それにしても。何ですか？君っていい声してるね。君の声で起こされるとなんだか気持ちいいよ。なんだこりゃ。あ、ありがとうございます。いやでも一つはお聞きしたいことがあります。ありがとうございます。は何。学園祭参加したくないですか。準備作業はめんどくさいですか。レベル下がるんじゃね。先輩寝てばかりだから、もし学園祭参加が嫌なんだったら。ああ、そんなことない。参加したいとは思ってるよ。ただテニスほど楽しいとは思えないかな。だから準備作業はあまりやりたくないですか。そうかもしれない。素直。あ、でもね、俺もともと一人で何かやるの苦手なんだ。すぐに寂しくなっちゃうから。一人が嫌なんですか。うん、だってテニスだったらさ絶対相手がいるじゃん。今みんなそれぞれ忙しそうで全然相手してくれないさ。じゃあ私がお手伝いします。え、でも君運営員でしょ。忙しいんじゃないの。大丈夫です、時間は作れますから。芥川先輩、私と準備作業してくれますか。うん、わかった。そのかわいい。頑張ってみるよ。ちょっとかわいい。お、上がるんじゃね。これはかなり。おお、来たね。来た来た。じゃあ明日からお願いします。よし、時間配分大変になるけど頑張ろう。睡眠のお話をゲットしてしまった。どうする。アトベに話しかけて終わる。アトベが今忙しいとか言ったらそれはそれでいいけど。ん、なんか言おうか。お聞きしたいこと。今忙しい。はははは。至急でなければ出直して。何この顔。顔がウケる。よし、じゃあ、あ、まだ夕方？どうしようかな。まあいいや、今日はここで終わろう。次回もよろしくお願いします。